それでどうなんでしょう、翼は。確かに彼はまさに何年に一人出るかどうかというサッカーの天才です。これからの日本サッカーを背負って立つ男、そう言って間違いないでしょう。だからこそです、将来のことも考えねばなりません。聞くところによると、翼くんはブラジルへ渡ってプロのサッカー選手にな、それに比べたらこの大会などちっぽけなものです。一度ぐらい負けても翼くんの将来には何の影響もありません。しかし無理に出場して、もし怪我、翼くんのサッカー人生に大きな影響を与えることになるでしょう。ですから親御さんのあなたが翼くんの将来のことを考え、今日の試合に出場することを望まないのでした。私は担当医として翼くんをこのまま、はい、ですけどその前に、翼くんは先生が止めても試合に出ると。しかし、では出場させてください。翼がやると言うならやらせてください。翼は今日の試合のためにがん、それなのに出られないとなったら、それに今日怪我が悪化して世界一のサッカー選手、翼はあの試合に出なければよかったと思うような子では。翼は、お母さん、あら、さなえちゃん、おはようございます。翼くんのユニフォーム持ってきました。あ、そう、ありがとう。おばさんは、私ならきっと、そんなにひどい怪我なら今日の試合、さなえ、みんなおはよう。翼、翼くん、先生、早く今日の試合のための、寝てる間に包帯がほどけ、翼、おはよう。あれ、翼、今日最後の試合ぐらい揃ってグラウンドまで行こう。みんなありがとう。ああ、ここまで来たらもう細かいことは言わん。いつみんな力いっぱい、はい、翼、キャプテンとして、はい、みんなも知ってると思うけど、本当は俺は、だから南葛中学に入るつもりはなかったんだ。でも俺はこの南葛中に入り、3年間みんな、今日の最終試合、やっぱりやるからには、おお、当たり前よ。翼、公式戦負けなしでお前をブラジルへ送り、また優勝旗を、よし、みんな聞け。今日の相手南葛は今までの相手よりワンランク実力、しかし今のお前たちの実力なら必ず、はい、若島津、ドライブシュートの対策はどうだ。はい、まずドライブシュートを止める方法を映像、ドライブシュートはゴールの上から下に伸び、なのでこちらはゴールラインまで下がってボールが、しかしドライブシュートの威力とす、なので昨日の夜キャプテンが打ったドライブシュートと同じくらいの威力とスピードのシュートを、その威力とスピードを、てこれで、うん、
若島津ならきっとできる。はい。いいかみんな。おう。さあ。はい。ヒューガ、東方学園の勝利。試合前から大変な盛り上がりを見せています。全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東方の一戦。3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち、大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東方を下し V3 を決めるのか、あるいは東方が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中。南葛キャプテン大空翼くんは怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方黒のユニフォーム東京都代表の東方学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼、お前がいなければこの試合に意味などない。過去2年の雪辱を晴らし、今年こそ俺たち東方学園が優勝する。そのために俺がお前を
ね、くらえ南葛、これが俺の。やはり日向君は初っ端から来た。タイガーショットだ。早い。なんとボールがゴールポストに当たってパンクした。ヒューガ君のタイガーショット、凄まじい威力だ。南葛、ゴール前からどう展開していくか。森崎君、ここはパスを出した。パスを出します。たけし、ヒューガ君にパスは出させない。翼さん、今日は勝負です。ボールを狙うも届かない。素早く掴みます。翼くん、これだ。渡します。翼は俺たちで食い止めるぞ。ドライブシュート。キャプテンは攻撃に集中を。シュートだ。これはキャッチできない。この球をものにした。滝くん、激しいタックル、豪快にシュート。翼くん、横飛びでキャッチ。サントキック、どこまで運べるか。激しいタックル、左へ預けます。長野くん、パスを回す。体ごとぶつかっていった。小池くん、ボールを狙う。届かない。ドライブシュート、豪快にシュート。あーっと、これを弾いた。南葛、ここで作戦を変えてきました。キスギくん、ゴール前に上げた。両者激しく激突、空中での激突だ。長野くん、ボールを蹴り出した。これは若島津くん、ファインプレー。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。翼くん、右へパスを送る。滝くん、ここからチャンスを作れるか。敵陣へ攻め込みます。長いパスが通った。いけ、これで止めた。いくぞ。伊沢くん、ボールを狙うも届かない。高杉くん、ここは抜かせません。小池くん、ここは好きにさせません。さすが筆に君、敵陣を切り裂く。豪快にシュート。ここは反応しているぞ。若島津くん、横飛びでキャッチ。サントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。翼くん、ここは抜かせません。いくぞ。今でボールを運ぶ。ドライブシュート、豪快にシュート。なんとかボールに食らいつく。翼くん、これが俺たちの力だ。このタックルは不発に終わります。激しいタックル、いけ。逆サイドにボールを振る。さらにキスニ君、これを合わせて突破。連続突破が2つ。キスニ君、横にかわす。ここは力をためて強烈のシュート。若島津君、横飛びでキャッチ。サントキック、どこまで運べるか。シュートを出します。体ごとぶつかっていった。高杉君、パスを回す。このパスを返す。ヒューガ君、スライディングでカット。パスを回す。ヒューガ君、センターライトを越えて攻め込む。あっと、奪い返した。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。それ鋭いスライディング、気づき。右へ回します。あーっと、ドリブルを見送る。マット君、ここは抜かせません。岩見君、いけ。このタックルは不発に終わります。岩見君、ダイレクトでパス、かわして振り切った。なんだ、それ。いいぞ。ワンタッチで送る。石山君、スライディングでカット。かわして振り切った。チャンスを決めた。ヒロニ君、素早く横に倒す。今井君、
ここはパスを出した。岩見くん激しいタックル、大きくパス、さらに横をすり抜けた。これは抜かせません。岩見くん、ここはクリアだ。チャンスが決まった。いけ小池くん、ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。伊沢くん、これは必殺のロングパスだ。こうだ。敵陣へ攻め込みます。パスを受けた。もらった。キスギ君、横にかわしていった。次々にかわしていく。キスギ君、必殺の稽古でゴールを狙う。ボールはまだ生きている。どうだ。奪い返した。翼君、これは南米スタッフだ。必殺の稽古でゴールを狙う。さあ、ボールと真っ向勝負。リマイ君、ここはパスを出した。翼くん、ここは抜かせません。ボールは友達渡しません。この位置で攻守交代だ。ここで大きくサイドチェンジ。タッチくん、ここから打ってきた。さあ、ボールを抑えた。トーモ、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。澤田くん、連続突破で見せます。次々にかわしていく。体ごとぶつかっていった。ここでパスカット、スライディングで止めた。沢田くん、スライディングでカット、横にかわして突破。なんかつ、これは速さを変えてきたようです。この作戦指示が功を奏するか。川口、タックルも決めた。左へ預けます。かわして振り切った。行け小池くん、ここからチャンスを作れるか。あっと、奪い返した。パスを受けた。タッチ、木杉くん、パスを出します。へっ、翼、翼くん、これは南米式のドリブルだ。これだ。ボールは友達渡しません。ここから早くに持っていく。ショットだ。これを止めるのは厳しいか。これが決まった。翼くん、これが俺たちの力だ。キスギ君、ここは抜かせません。このパスは通らない。チャンスが決まった。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。翼くん、スライディングでカット。小池くん、右へ回します。これはタッチを割ります。スローインからの再開です。はっ、体ごとぶつかっていった。スライディングで止めた。小池くん、パスを出すか。チャージが決まった。ヘッド、タッチくん、横にかわして突破。止められない。さあ、ゴール前です。タッチくん、シュートを放った。若島津くん、これはキャッチできない。注目の決勝戦、翼くんと日向くんの対決感があった前半は、南葛が全国大会 V3 に向けて好発進。東邦、後半に巻き返しなるか。足が痛み出して。当たり前だ。あれだけ無理をするなと言ったのに。お前は。でも先生、全力でプレーしなければ俺はこの試合に勝つ。翼、先生、俺に痛み止めの注射を打ってください。痛み止めの注射だと？バカ者。痛み止めの注射というものは大人の選手がやむなく使う手段だ。中学生のお前。先生、お願いします。今俺がいなくなったら南葛は。翼、
なぜそこまでブラジルへ行ってプロのサッカー選手になること、それに比べたらこんな日本だけのこんな試合で無理をしてこの先本当に後悔しないのか。夢なんです。え、たとえちっぽけに見えても、これが南葛のみんなでこの大会 V3 を成し遂げようと誓った、これは俺たちの夢なんだ。翼、もし大会 V3 ができなかったら、何のために俺は日本にロベルトにこの大会に勝つこと、今まで一緒にサッカーをし、それだけを目標に頑張ってきたんです。分かった、そこまでの、しかし今度倒れるようなことがあれば、今度こそお前の出場はそこまでだぞ。いいな、翼。はい。おい翼、大丈夫か？うん、大丈夫。治療もしてきたし。そうか。けど、あんまり無理するなよ。うん。ありがとう、石崎くん。南葛市に引っ越してきて。俺が東方中のスカウトを断って。石崎くんがこのなんだよ翼、そんなに見つめんなよ、照れるじゃねえか。あ、いや、さあ後半も頑張ろう。うん、行こう。みんな、俺たちの夢、全国制覇 V、 おう、よし、やってやろうぜ。おう、みんな、前半はよくやった。後半もこのままキャプテンのヒューガにボールを集めていけ。監督、監督もよし、行くぜ。ああ、東方初優勝果たそうぜ。後半スタート。このパスをトラップ、パスを出します。それ、石崎くん、タックルを決めた。かわして振り切った。スライディングで止めた。大きくパス、滝くん、ロングパスを受けます。石崎くん、パスを回す。なんか、これは戦い方が変えてきたようです。それ、翼くん、ここからチャンスを作れるか。ゴールはこの先、渡しません。翼くん、ヒットアイシェフでゴールを狙う。高島くん、これをブロックに行く。なんとブロックを粉砕。お見事、華麗に止めた。翼くん、激しいタックル、横にかわして突破。翼くん、渾身のシュート、ダイビングキャッチで抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。よっしゃ、行け。ドリブルで突破、ここはパスを出した。よっしゃ、木村くん、行け。沢田くん、パスを出します。伊沢くん、タックルを決めた。これはタッチを終わります。東方、ここでスローインを得ました。あと、ロングスロー、チャージが決まった。ストライク、敵陣へ攻め込みます。かわして振り切った。前の分、敵陣を切り裂く。必殺のシュートでゴールを狙う。横っ飛びで鋭く反応。若島津くん、これはキャッチできない。中島くん、スライディングでキャスト、素早く横にかわす。ここはパスを出した。こぼれ球をものにした。ヒューガくん、センターラインを越えて攻め込む。伊沢くん、これは必殺のロングパスだ。翼くん、これはうまく受け取った。翼くん、タックルを決めた。なに、止められない。木杉くん、
チャンスもらったぜ。何かわした。ここだ。渾身のスーパー。お見事、華麗に止めた。パントキックで大きく蹴り出した。沢田くん、このボールをコントロール。柴田くん、ここは抜かせません。ボールは友達に渡しません。これは南米式のドリブルだ。一気に攻め切ります。一発のシュートを放った。沢田くん、これをブロックに行く。これは聖剣ディフェンスだ。か、お次くん、ここは抜かせません。さら、翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼くん、このシュートを、このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックに突き当てるゴール。これは聖剣ディフェンスだ。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。チャンスが決まった。それやっ、闘志に負けるな。ああ、行くぞ、俺たちの夢に向かって。タキ、南葛、ここで作戦を変えてきました。横をすり抜けた。奪い返した。ロングボールを送る。南葛、ここで作戦を変えてきました。東方、合わせて守備に戻ります。古田くん、スライディングでカット。松木くん、ここからチャンスを作れるか。磯崎くん、激しいタックル。翼くん、ここはクリアだ。東方、合わせて守備に戻ります。川出くん、このスライディングが決まった。岩見くん、ロングパスだ。木杉くん、ロングパスを受けます。さあ、スタート。元々ぶつかっていった。それ、チャンスが決まった。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。行け、チャンスを出します。小池くん、ボールを奪うことができません。この作戦指示が功を奏するか。このタックルは不発的に終わります。タッチくん、横にかわしてどうだ。鋭いスライディング。岩見くん、激しいタックル。大きくパス、長いパスを取った。すぐに行くぜ。素早く横にかわす。かわして振り切った。ここから一気に攻め込みたいところ。ハントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。あと、ゴリゴリを見送る。俺の力を使って強烈なシュート。あと、鮮やかにキャッチ。この位置でコール交代だ。沢田くん、激しいタックル。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。いけ、ドリブルでボールを運ぶ。体ごとぶつかっていった。高杉くん、左サイドに展開します。長野くん、パスを回す。高杉くん、横にかわして突破。ここからチャンスを作れるか。いくぞ。翼くん、豪快なシュート。いいショットだ。なんかボールに食らいつく。あっと、必死にゴールを守った。翼くん、ここで決めた。このクロスは通るか。それそれそれ、体ごとぶつかっていった。あっと、ドリブルを見送る。かわした。急ぎ敵陣を切り裂く。豪快にシュート。
このロールにカロッセ反応、キーパー反応するも決まった。これくらい決めて当然さ。シュートを決めてきた。よっ、気づき、敵陣へ攻め込みます。翼くんタックルを決めた。いけ小池くん、ボールを狙うも届かない。体ごとぶつかっていった。小池くん、スライディングでカット。横をすり抜けた。チャージが決まった。翼くん、このボールのコントロール、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、離しません。豪快にシュート。赤嶋くん横に飛んだ。これはキャッチできない。試合終了。南葛全国中学生サッカー大会 V3 を達成。3度目の挑戦も三度南葛の厚い壁に跳ね返されました。俺たちの夢が叶ったんだ。終わった。翼、優雅君、お前との最後のこの試合、また俺は勝てなかった。結局一度も勝てなかった。ヒューガ君がいてくれたから、ヒューガ君がいてくれたから、俺も君に負けないとこの3年間頑張ることができたんだ。ありがとう翼。できればベストの状態のお前とやりたかったよ。ごめん、ヒューガ君。早くブラジルへ行っちまえ。お前が日本にいて俺の目の前でうろちょろしやがるから、俺はお前を、お前だけを目指しちまうんだ。ヒューガ君、これでひとまず俺たちの戦いも終わりだな。どうして俺がお前に及ばなかったのか、今日分かった気がするさ。お前がブラジルに行ってプロになるという大きな目標を持ってサッカーを楽しんでいるのに、俺はただお前に勝ちたくて、ただ大空翼の後ろ姿だけを追いかけてしまっていたんだ。もし俺が翼ではなく、もっと大きな目標を目指していたら、
しかして翼、おめでとう。俺も必ずもっと大きくなる。そしてその時は翼、今までありがとう。俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー。みんなありがとう。翼、翼くん。マネージャー大丈夫？うん、今までありがとう翼くん。優勝旗授与。さあ今深紅の優勝旗が南葛中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。沸き起こる場内の声援をお聞きください。私の目に狂いはなかった。3年前湾岸サッカーパークで戦ったみんなは共に成長し、この大会に出、そしてそれからも続、彼らなら世界に通用するチームが出、翼ヒューガを中心に共に競い合った中、君たちのこれからの舞台、新たな競合がひしめく世界の舞台へ、君たちを。
全国大会ナンバーワンの座にも輝いた、秀鉄小サッカー部所属、若林。